皆さんこんにちは、リカポです。今日はね、私ちょっと一人で撮ってるからカメラをこっち向きにしてるんで、なんとなくちょっといつもと違うかもしれないですけど、大丈夫ですかね。はい、今日は私がじゃーん考えたオイルがデビューしました。それとフェイス用のブラシ、この2つです。これはですね、もちろんオーガニックで発酵エキスがいっぱい入っていて、もともとのベースはマカデミアンとセサミオイル、そこにローズマリー、フランキンセンス、ユーカリをブレンドしました。シミとかシワとか保温にバッチリで、アンチエイジングにぴったりのオイルです。それからウイルスなんかにも効くんで、今の世の中にはぴったりのオイルだと思ってます。で、このビーガンブラシ、これはどういうものかというと、顔のリンパを流すために作りました。やり方はこう、顎から首にかけてまず10回ぐらい流してきます。こっちも同じように流していきます。まずポイントはここから始めてください。で、ここにリンパのゴミ箱があるので、ここに誘導するようにこう流していきます。ここに、で、こっちも同じく流していきます。で、中央から外に誘導してまた流していきます。中央から外に誘導してまたここへ流します。目の周りはこういう感じ、外から内側へ行きます。外から内側へ行きます。ハケがこういう形だから目の上にもすごく入りやすい。エクステとかしてる人もまつげを触らないようにやることもできるし、私みたいにつけてない人は目の上に直接こういう風に乗せてってもらっても全然大丈夫です。皮膚と骨の間に水がいっぱい溜まってるので、毎日朝晩このオイルとこのブラシ、もちろんオイルはオイルだけ、ブラシはブラシだけ使ってもらってもいいんですけど、合わせて使うとより効果的で、むくみ知らずの顔になります。とはいえ、朝とかちょっとむくんでるなっていう時はこれをして1時間ぐらい経つと、どん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 ヒュッ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 小顔になっていきます。私も今日朝むくんでたんだけど、もちろん夜も使うんだけどね。だから2時間ぐらい経つとすごくすっきりしてきます。目の上の腫れもこういう風にして流していくとすっきりした顔になります。唇の上も、もちろんこういう肩とか首とか、なんかもうそのこのブラシがすごく気持ちいいので癒しにもなります。耳、首の周りにはいっぱいいっぱいリンパが流れてるので流してあげてください。流すことによってこのリンパは老廃物として流れていきます。私の毎日の習慣、これを朝晩続けてます。朝だったらこの次にメイクをするので、今日はこの後にナチュラルメイクをしたいと思います。ナチュラルメイクって言っても、最近はマスクをして外に出るのでファンデーションをつけないで目の周りだけしてます。それを今日は紹介したいと思います。はい、では早速やっていきます。最近はね、マスクすることがあって家にいる時間が増えて、メイクも全然しないっていう人も増えてきてると思うけど、まあそれじゃね、ちょっとテンションが上がらないので、私はそうマスクをしても、なんか目のところだけは、なんかまあ何もない日でもちょっとなんかしようかなっていう感じになってます。で、今日はそのメイクを紹介したいと思うんだけど、これ、まあ後でこういうのはまたちゃんと紹介するんですけど、これはすごいツルピカになる下地で、いつもメイクする時使うんだけど、これを私は全体的に塗ると結構ピカピカしすぎちゃうんで、この
目の周りとかこことかちょっと高いところにつけます。そうするとなんかいい感じのツヤ感が出るので素肌でもすごい綺麗に見えます。目の下シワとかがなんかファンデーションで隠すと余計目立つのでなるべくしないようにしてます。まあファンデーションつけるとしても本当に気になるところ今日はつけませんけど、でこれでちょっとピカピカになったでしょ。次は眉毛を整えるんだけど、眉毛は、まあ、ブラシで整えてこういう眉のマスカラで、これもの、プチプラで買ったやつで、後で写真撮りますね。これをまず、眉毛の全体的に塗っていきます。私は結構しっかり眉毛があるので、こういったマスカラでなじませるだけでも、しっかりと、こんな感じですかね、します。でちょっと気になるところがあったらブラシで整えて、まあよりちょっとしっかりさせたいとか気になるとかいうところがあったらプラスアルファこういった眉用のアイシャドウでちょっと埋める感じ。あくまでも私はなんかメイクしてるのしてないのぐらいなすごいナチュラル感が好きなのでやりすぎないように、でもボケないようにボケ顔にならないようにしてます。で次のステップはアイライン。アイラインはちょこっと引きます。でもポイントはまずビューラーをしてから、アイライン、まずはブラウンのアイラインでまつげの間と間の隙間をちょっと埋める感じにします。アイラインを引くっていうよりはまつげの間にラインを埋め込む感じ。アイラインしてるっていう感じはあまり好きじゃないです。なのでまつげをちょっと多く見せるためにも間に入れてきます。まずはブラウンでやってその後に黒でさらにちょっと埋め込んでいきます。ちょっと目がしっかりしたんじゃないでしょうか。パッチリと間にこうやって入れるだけでも結構しっかりとした目になりますよね。それからマスカラをつけます。このアイラインとマスカラは吉川ひなのちゃんがプロデュースしてるやつで送ってくれて使ってみたんだけど本当にいい商品です。すごいなんかナチュラルでいいです。自然素材ということです。あともう一個いつも使ってるのもこれなんだけど、これはプチプラですごく細いのね。でこれを端っこのまつげの端っこの方とかにつけるとすごくなんだろう、ナチュラルなんだけど細かいところまでつけられるから好きです。私はなんかエクステがちょっとボンドがアレルギーっぽくて合わないのでエクステはしてません。なのでマスカラは結構重要だけどやりすぎるとやってますみたいになるので好きじゃないからほどほどにこれぐらいにします。あとね仕上げにトムフォードのこれチークも使えるんだけど、チークがやっぱり今マスクが多いからしないので目の上に軽くこれを乗せるとキラッとして素敵です。
簡単ナチュラルメイク、少しははっきりしたんじゃないでしょうか。これでちょっと近所のお買い物とかもマスクしても目ちょっとバッチリしたということで、肌の土台作り、オイルからフェイスブラシ、それから今日は目のここだけメイクしました。あとはノーファンデ。本当にオイルとブラシ使うようになって、自分で1年間構想をしてずっと使ってたんですけど、肌の抵抗力が上がってノーファンデでも全然大丈夫になってきた。なんか顔色が良くなってきたから、ある程度ファンデーションつけなくてもくすみ知らずになりました。ので年齢を重なるごとに付け足すメイクじゃなくて、削ぎ落としていって肌の土台をしっかりさせるっていうことが大事なんじゃないかと最近は思ってます。次回はその土台作りで大事にしてることをちょっといくつか紹介したいと思います。ということで皆さん、今いろいろコロナの問題で大変だけど乗り切りましょうね。だらだら家でやってるとどんどん私たちブスになっちゃうから、せめて目の周りだけでも構ってあげましょう。ということでまた来週。じゃあね。マネージャーとも会えないからこうやって一人で撮ってるけど、大丈夫だったかな。大丈夫だよね。リカコライフよろしくね。チャンネル登録しといてね。バイバイ。また来週。